意外に運動神経がいいんだね。うん、こう見えても私小学生の頃は列車に乗って遠山まで行って新体操を習ってたんだ。新体操？うん、本当はバレエをやりたかったんだけど教えてくれるところがなかったの。見ていてちょっとだけドキドキした。僕はなぜかサーカス団のラブちゃんを思い出した。はい、おしまい。どう？すごいすごい。じゃあ今日はこれで解散。なかなか楽しかったよ。うん、純子姉ちゃん、いろいろとありがとう。